ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こんばんは、ストーンズ田中樹です。松村北斗です。はい、ということでちょっといい加減にしてください。いや、もう本当にあの我慢の限界です。我々も我々今まで散々我慢してきて、俺に対してあなたですよ。今あなたですなんですけど、ちょっとねラジオスタッフじゃなくてね、あなた松村北斗がですね、その通常回、今日通常回じゃないですか、うん、その通常回に来たのが、去年の9月以来だそうです。去年2023年の9月。遊ぼう。もう4ヶ月ぐらい経ってますよ。CD リリースぐらい空いたね。じゃあね、結構空いたよ、ね、俺らの CD リリースはもうちょっとスパン短い。短いか、うん、そうだそうだ。いや、その夏のね、その終わりの方に、うん、そのこのさ、前までこの番組にいたあのプロデューサー、うん、長間さんがその日本放送の屋上から出られなくなってるっていう話をした回。懐かしい。なんかやたら X その空の写真のポストばっかだよね、はいはい、みたいな話して。であれね、林さんがなんかツイートしたけど誰も気づいてない。そうみたいな回があなたラストです、通常回。あのスズムシの鳴く頃ね。そう本当にそう。あの夜が気持ちいい時、あの時がラストなんですけど、それ以降あなたずっとスペシャルウィークにしか現れなくなって。そう、なんか前回もそんな感じのことで俺のこと詰めようとしてたよ。そうだ、もうね、なんかね、松村北斗がそのラジオに対して、うん、いかついブランディングを始めたのではという疑惑が浮上してるんですよ。言葉を変えて同じこと言ってんのよ、前回で。多分かなりいかついよね、このブランディングは。してないよ、口にこそしないけど、してないよ。その自分のブランディングとしてそこしか現れないっていうのがなんかそういかつくて。じゃあ だからもう前回もこれ言って思い出すと思うけど、それで言ったら俺は真逆よと。なんならこう今5週に一遍ざっくり言ってね、平均来るでしょ、ね、うん、俺をどこか乗っ取ろうという気持ちは実は当初からあるんだよっての言っとくよ。まあ、それは口ではそれはそう言うだろうけども、もう数が実際これが物語っちゃってるからね、登場回数が。それによってもうあなたの思惑が浮き彫りになってきてるんですよ今。じゃあ俺はその別に回数券を持ってて使ってきてるわけじゃないのよ。あなた方が、うん、じゃあいつ呼びます彼って言って、うん、全然呼ばないわけでしょ。スペシャルウィークに当ててるわけでしょ。だからそれはあなた方が僕のことをスペシャルな男だとどこかで、うん、考えてくれたということで間違いないと。まあ、そう、5週に一遍って誰が決めたの。大体そうなってんじゃないの、俺はそう思ってる。いや、なんかざっくり言うとよ。そんなこともないよね、全然。5週に一遍見たら、まあ、単純計算、5人いるからね、単純計算、うん、来ればいいじゃん。いや、それはびっくりするでしょ。そう、5週に1遍、5人いるからお前5週に1遍って言いたかったんでしょ、うん、それ誰が決めた、言われた5週に1遍ですよって。いや、言われてないけど、ざっくり来ればいいじゃん、だから。ねえ、別に来るなってじゃあ言われた。言われてない。じゃあ来ればいいじゃん。いいんですか。でも通常回に来ればいいじゃん、別に。来たら、いやいや、お前出んなよってやんないよね。差し支えないですか。いや、もう来たら全然、もう俺らはやるかも。いや、やろう、もうやっちゃおうよ、一緒にって。過去いました、そういう人。まあ、みんなでもね、程よく、その別にあなたみたいにそのスペシャルウィークしか来ないみたいなやったりしてないから、みんなバランスよくね、スペシャルウィークも通常回も来てるわけだから。あ、そう、うん。で、そんなに自分がその、俺は通常回、もう来るんだ、別にそういうブランディングしてないんだって言うんだって、別に来てくださいよ。いや、ブランディングしてないよ。で、じゃあそれ来週も来て証明してください。それはちょっとなんか寂しいよね。スペシャルウィークだけっていうのもさ、ちょっとそのもっと遊びたいんだよね、俺ら。もっと我々と遊んでくださいよ。だから現に今日はもう通常会じゃない、それは。そうよ、うん、で頻度がもっと遊びたいの俺らは。あなたと遊んでると思ってそうだよ。いや、それはね、東京の生活がね、楽しいのは分かるよ俺も。でも、もうちょっとこう地元に帰ってきてほしいのよ。東京が楽しくてなかなかね帰ってこないのも分かるんだけども、こうフラットでいいよ別に。待って、スペシャルウィークのこと東京って呼んでるの。そのこっちはね、言うて毎週この曜日にこの時間にやってる、ずっとやってきてるわけだから。普通このブースを地元と呼んで、なんかそれ以外、うん、例えば俺だと役者仕事を東京って例えるなら分かるよ、うんうん、スペシャルウィークを東京って例えてるなんかね。
その祭りの時だけ帰ってくるみたいなさ、なんでもない日にもフラッと帰っておいでよ実家だ、実家ママだこっちに。いや、そのね、なんていうんだろう、北斗にとってさ、俺たちってそのダサい友達かもしれないけど、そんなことないよ、やめてよ。ちょっと寂しいよね、なんかね。俺地元の友達にあのダサ坊がさ説明してないよで、今日は泊まってくでしょ、せっかく来たんだし。実家じゃん、普通に泊まってくでしょ、今日は、ね、地元とかじゃなくて、うん、まあ明日仕事なら、まあ別に朝帰れば送ってくから駅まで。うわー、めっちゃ親だね。全然いいよね、その感じ。泊まってっちゃっていいよね、今日ね。全然晩飯食ったの晩飯、まあ冷蔵庫にあるもんにのパワッと作れるし作れるの、うん、別にあれだったら別に先風呂入ってもいいよ、湯船溜まってるから。湯船溜まって、僕シャワールームしかなかったイメージあるけど、日本放送って。あとあのパジャマがちょっと XS しかないんだけど、もいいよね別に。なんで XS あんのそれでいいなら置いとくけども、逆に XS しかないんだけど、XS だけでいいよねいいな、そう置いとくから。何用の XS なの。洗面所の洗濯機の上置いとくから、歯ブラシと一緒に歯ブラシと一緒に置いとくから使っていいから。実家なのに歯ブラシねえんだよ、うん、俺。その XS っていうのはそのガンツスーツぐらいピチピチ、キューってなってるんだけど。ビニール素材なの。そう、だいぶボディラインが出るぐらいの、その動きやすい感じになっちゃってるんだけど、いいよねそれでね。いや、よくないねそれで。全然いいよねよくないよ。君普段それなの。二人だけどね、トランプとかなんか人生ゲームとかやる。なんでしょう。桃鉄の新しいのも買ってるし。二人、まあ二人だけどやる。桃鉄はまあ、うん、やぶさかじゃないよ。どうよ、あの東京の生活は楽しいもんや人が多いんでしょだからスペシャルウィーク楽しいかって話。いや、こう東京はどうなのかなと思って、俺はね、なかなか行ったことがないから。俺が静岡から上京してきたこの東京の芸能人とかってやっぱいるの。いるだろ。あった、なめんなよ。会えるの、やっぱこんな言い方あるんだけど。渋谷って芸能人とか会えんの、やっぱり。渋谷まあ芸能人たまに見かけるよね。誰あったの。誰あったの。でも俺出会ったことないかもな。最近なんかあった人いないの、なんか東京で。東京で、うん、あ、でもコンビニで、あの、ハリセンボンの箕輪はるかさん見た。東京すげえコンビニハリセンボンいんのガチで。そうね。サインもらってきた、次。いや、そりゃそらもん、ね。サインもらってきて、色紙は出すからさ。それで言ったらお前も東京にいるじゃない。いや、で今は普通に東京の話でいいのね。スペシャルウィークの話じゃなくて、ね、難しいよ俺今。東京の話ね、なんかもう東京の話いいからみたいなのもちょっとなんか寂しいよね。せっかくならばってこう思い出話も聞きたいもんだよ俺は。でも俺混乱してんのよ、その東京スペシャルウィークを東京と今例えてたでしょ。うん。今は実際のこの東京の話をしてるのか。うん。スペシャルウィーク楽しいよね。スペシャルウィーク芸能人いたって言うんだったら前、なすなかさん出たよとかいう話あるけどさ。うん、それもうごっちゃになってんのよ。うん、それはもう俺もわかんない。もう誰か責任持ってよ。それはもう俺もわかんない。もう。誰か責任持たなきゃ。ここまで来ちゃって、すっごい勢いで走ってきたけど、俺もわかんない、それは。誰もわかんないんじゃん。俺もそれについて、そうそう。あなたが言ってどっちですかみたいなことについては俺もわかってないんだけども。うん。で、その東京は東京っていう。それで悲しい。東京は東京だよ。あんた、あっという間に枠取られるよ。最近聞いたよ、アーレンズさんとか、令和ロマンさんの特別枠めちゃくちゃ面白いんだから、お前簡単に変わるよ、そんなん。いや、結構でもそのね、俺らもこう地元として根付いてるわけだから、変わる変わらないみたいな話じゃない。ここだって、俺の実家だから。実家だからさ、そりゃ。地方ラジオみたいな扱いすんなって。ちなみにちょっと話ガラッと変わっていい？いいよ。俺まだあなたにちょっとこう文句があるというか、いい加減にしていただきたいことがあるわけですよ。あなた松村北斗がそのアメリカで開催するアニメ界のアカデミー賞と言われる、その第51回アニー賞声優賞ノミネートされてるじゃない。ここもいい加減にしてほしい、もう。もう、全体で怒ってるから、パーパラパッパッパーってなんないじゃん。出してよ、それは。すごい。すんごいですよ、これは。いや、なんかすごい嬉しいよ、すごく。そう、だってその、すずめの戸締まりの、その、あれでノミネートされてるわけでしょ。うん、全7部門。でさ、それさ、すずめが。そう、声優賞で日本人がそのノミネートされるのに、2人目らしいじゃない。51回目にして。異形でしょ、これはもう。いや、ネットニュースで見たら、ハンターの快挙、異形と書いてある。
いや、すんごいじゃない。もう、もう、ねえ、いい加減にしてほしい。俺らはもうね、耐えられない。お前の声が世界のものになったんだと思うと。お前は、今、その、もちろんエンターテインメントでやってくれてるのわかるけど、はい、他みんな、もうちょっと祝わなきゃ。ガチで切れてるじゃん、なんか。聞いた ?51 年やってきて、まだ2人目日本人が快挙。すごい。偉業、祝わなきゃ。マジでさ、若干前のめりでさ、睨んでたよね、今もう。何が?マジ松村さん、いい加減にしてもらっていいですかみたいな。もうね、ここまで行かれると、そう、ちょっと気まずいよね。接しづらいよね、ちょっとね。接しづらいって言ったの、今。うん、なんかね、もう気まずい感じがする。じゃあ別に俺はその、アメリカで別に仕事をする、アメリカ規模の男になったわけじゃないよ、それは。いや、わかってるけども、当然日本でやってたものが、そうやって、まあ、アメリカのね、その、うん、開催されてるもので、アカデミー賞みたいな、アニメ界のみたいな。まあそう。でも本当詳しい人から言ってしまえば、その、アニメで言ったらアカデミー賞より上ですよという。あ、それアニメ界で言うと、うん、だってその芸術部門だったら東大より東京芸術大学でしょみたいな論をすごく語ってて、いや、本当にありがたい、正しい論だなと思って、ありがたく。てめんどくさいね、なんかね。やだね。じゃあそれは、あの、すずめのためよ、俺のためとかじゃなく。なんかや、いや、なんかね、なんていうか、なんか気に食わないというかね。なんかね、やだよね。感じ悪いよね。そうそうそう、なんか。しょうがないでしょ、取っちゃったんだから。ぐらい言わないと。いや、ぐらい言わないと。でも、そうやって、胸張っていいレベルのことなわけでしょ、これ自体は。だって、お前の声、さっき言ったけど、お前の声はもう世界のものだから。そういうことじゃない。もうね、今まではこのラジオとソニーが独占してたけど。いやいや、もう、まあまあ、もうそれで言うと、松村北斗に権利があるけどね。なんかその、俺たちのものじゃなくなったっていうのが嫌だ。いや、元から君たちのものじゃないけど、世界のものということでもない。いや、俺たちのものだったのが、その世界のもの、もう本当世界中のものになってしまったのが、俺らはちょっと嫌だというか、寂しい。嫉妬に近いのかな、もしかしたら。もうお前の声が俺たちのものだけじゃないんだと。何回言うのよ。もうだって、お返し妄想やってくれないわけでしょあの時はさ、乱発してたじゃん。ラジオだけと思いきや、ライブの MC でも乱発してたじゃない。で、それはあの、新海さんに、ラジオは聞かないでくださいと、俺が必死に止めて、さ、約束、わかりましたって言って、最近会ったら実際、その約束通り聞いてないんだって。うんうんうん。だから、やってたけど、もう今回に関しては俺がとかじゃなくて、もう、すずめの戸締まりがそうやって世界でそれこそ、ね、ゴールデングローブ賞であったりとかさ、ね、うん、ベルリンとかいろいろ取りましたよ。で、アミー賞ってなったらもう、逆にそのすずめの戸締まりに対して、だからすずめの戸締まりがもう世界のものになったから、そのまま、本当は、端々にいる松村北斗があんまりこう、好き勝手やっていいものではないんじゃないかっていう、そういう判断。寂しい。なんか、寂しいよね、なんかね。急に、今まで当たり前にあったと思ったが、お前の声が。そうかい。そう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 。うん、なんか、ええじゃん。大人だね、なんか。いや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 、そんなことないよ。もう、アグレッシブに、好きあらば申してくよ。それは。好きあらば申してくれる？うん。それ申してくれるって言うなら、俺らもそれはちょっとは寂しさが紛れるところは、お前の声が世界に行ったとしても、それはもう俺ら。申してくれんのね。申すよ、俺は。本当かい？申すよ。本当かい？安っぽい、安っぽい振りを、一番頂点にいたところで俺が返しますって叫んで、ワン、ツー、スリー、フォーじゃん。違う。あ、やっぱ。もう、いや、もうさない。お前、もうすなよ、お前。もうさないでよ。絶対もうさなきゃじゃん、これ。いや、お前もう、でも俺らも散々寂しいじゃん、あんな言ったけど、もうやっぱ世界行ってるから、もうさなくていい。俺らが言う。もう申さないで欲しいぐらいだよね。もう俺らからもう、本当にもう願い下げというか。いやいや、俺は、申すよ。いや、もう。本当かい？全然。本当かい？いやいや、本当、チャンスがあればよ。うん。チャンスがあれば、申してくれるよ。もちろん。本当かい？
本当かい？細かく言うと本当かいの振りでは行きづらいよ。もっとなんかこう、うん、もうちょっとなんか行きやすいのがないと俺は今踏み込み切れてないよ。いや。じゃあ、わかった。返してくださーい。すいません。返してくださーい。こいつ。いや、もう返、いい、まだもう返さなくていいよね。うん、返さなくていいよ。もう返さなくていいよ。じゃあ返さなくていいのね。いや、まあ、それは。返してくれんの？俺ら返してほしいよ。そう？うん、お前は返してくれるっていう気持ち。まあでも、そろそろ返してほしい。返してほしいよね、そろそろね。ちょっと、返してください。返してください。お返し申す！やっちゃったよ。聞けたよ。俺、やっぱ。もう本当ダメだと思うよ。それが。マジで。いや、ありがたいよね。いや、本当に嬉しいよ。俺、マジでダメなんだと思うよ、そろそろ。なんで？なんでよ。マジでダメなんだと思う。そんぐらい、すごい賞を取ったっていう話ですか。いや、すごいことよ。だって、もう、世界一のアニメの賞、ってことでしょ、これ、集まりは。まあ、それ、なんだよ。なんだよ。ちょっと、なんだ、お前、脱いじゃってるじゃん、お前。熱いんだよ、そんな。バカを。お前、ジッパーじゃん。ね、一金か違う。じゃあ、お返し申すっていうのは、その、イワークみたいなフォルムでパーカーを脱ぐんだね。ジッパーなしを首のところまで脱いで、ね、そう。イワークみたいなフォルムでやる。一回ヘッドホン外すと怖いからね。いつ、ジングル入ったかわからないから。そうか。ジングルマジなんだから、俺もう。そう。この後何回申すのかわかんないから。いやでも、マジですごいことじゃないですか、これは。うん、いや、でもほんと1放送1申すぐらいにしようね、それは。あ、もう。乱発はもう。返すのはね。うん。あー、なるほどね。じゃあ、まあ、でも、評価基準みたいなね、なんかこういうさ、アニー賞みたいなのってわかんなくない実際。そうね。変なし、こういう理由で、っていうのも来ないし。公表もされて、だいわゆるその審査基準みたいなのも公表されてないでしょ？そう、もう、ボンと名前だけっていう形で。だからあれよ。声がいいとかそういうこと？どういう。そう、演技、お芝居、その声優さんとしてのお芝居演技力なのか、キャラクターとのマッチ具合なのかとか。なあ、まあだから、総合的なのか、まあ。そう、いろんなところを加味して、総合的な、総合点が高い人がこの賞をいただけるってことなのかね。だからこれ賞っていうか、ノミネートが決まってから、はいはいはい、新海さん含めて、スズメチームで数名でご飯行ったんだけど、やっぱりそういう議題が出たから、なぜこのような賞をいただけたんだろうかっていうこと？うん、はぁ、なるほどね。じゃあ、わかんないけど、まあ、いいものを作ったがゆえにいただけたし、うん。そう、だから一応ちゃんときちんとこう、審査員たちがいて、はいはいはい、が選んでるらしくて、まあ、日本の作品でも海外の吹き替えの方が入ったりとかするんだって。なるほどね。うん。ああ、じゃあ本当にもう、その審査基準として別にその作品がというかもう多分トータルみたいなことなのかな。ってことになるんだろう。でも俺はまあなんか理由探ろうと思って、ツイッターでバッて調べたら、まあ一件ですけど、一件？うん。あれでって書いてあったわ。いや、人それぞれね、感性あるから。感性はありますから。あるから。そう。いや、そんなこと素晴らしいですよ。この賞をいただけてる時点で。いや、ほんとその通り、そっちをまあ信じて。ただまあ、その、俳優面すんなっていうものだけはやっぱ、ちょっと増えたかなというのは。まあ、ひがみねだみはね、注目されるやそれは増えますけども。まあ、それだけあなたが、まあ、高みにというかね、それにふさわしい何かを残してきた結果ですから。まあ、改めておめでとうですよ。いや、ありがとうございます。まあ、冗談抜きですごいことです。いや、ありがとうございます。もう、お前止まんじゃねえぞ、お前もう。こっから、止まらずどんどん。ただ、その、いい加減にしてほしいこと、もう一個あるじゃない、あなた。はい。その、もう一個、あなた、もう一個ノミネートというかさ、はい、はい。されてるでしょ。俺自分で言うの？ちょっと待ってよ。そうですよ。嫌だよ、そんなのは。自己申告というか、聞かせてくださいよ。まあ、夜明けのすべてという映画がね。はい、まあ。このラジオでも何回か聞かせてくださいよ、ね。はい。上白石萌音さんとダブル主演をさせていただきます。うん、三宅翔監督の作品が、ベルリン国際映画祭、フォーラム部門っ
ていうものでね、あの、まあ、正式招待ということでございます。いい加減にしろーやめろお前もう耐えらんねえよ、いい加減にしろーその掛け声やめろお前。お前もう、俺らの松村を返せよおいどこまで行っちゃうんだよ。いるよ、大丈夫。北斗を返せー返せー、お返し持つマジダメだよ、マジダメなんだって。多分これだよ、これだよ。はっきりとは言われてないけど、もうマジでダメっぽかったよ。知らんよ、これが俺らが大好きなお前だよ。またラジコ残すとダメだよ、マジでダメだよ。さあピッチャー投げました、打った、右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回すぞ。回ってない、回ってないぞ。どうした、どうした。回したいのに回らないの、肩痛くて。もう肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光デジタル田園都市国家構想担当の河野太郎です。デジタルによる地方創生の優れた取り組みを選ぶデジデン甲子園2023、あなたの一票が未来を作ります。ネット投票は1月17日から、デジデン投票で検索。政府広報。浜名湖パルパルからバースデーカードが届いたよ。去年は3歳でパルパルデビューできてよかったね。浜名湖パルパルでは3歳キャンペーンご利用のお子様へ、1年後の4歳の誕生日にバースデーカードをプレゼント。また遊びに行こうね。浜名湖パルパル、4歳のお誕生日おめでとう。田中樹です。お前さ、久しぶりに地元帰ったのよ。静岡県島田市っていうところなんだけど、まあ何もないところではあるんだけど、そこでね、当時だから中学校の頃の親友と会ったのね。いや久しぶりに会って、なんかストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、なんかさ懐かしい話して、お前変わんねえなとか、やめろよなんて言って付き合ってさ、本当に。でその後さ、久しぶりにから、野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える、神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何、肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。笑い損ねた日にはちゃんとしたコメディーを、ゆるくて笑えてほっこりする劇団アナログスイッチがお届けする、人より5倍不幸な男と男を幸せにするために集まった5人の座敷わらしたちの笑えて泣けるコメディー、幸せを運ぶ男たちは3月13日水曜日から17日日曜日まで下北沢オフオフシアターで。出演はアナログスイッチ劇団員、奥谷千尋、浅田純也ほか。チケットピアで絶賛発売中。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。ソーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。はい、今夜も生放送ということで、ラジオお聞きの皆さんもメールで参加してください。リアクション感想メールお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、 st@allnightnippon.com。 ソーンズの頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組では x アカウントもあります。アカウントは @ansat、 放送中はハッシュタグソーンズ ann をつけてたくさんポストしてください。それではメールの追加をします。ラジオネーム、わらちもちさんからです。リスナーと同じで、日本の底辺にいた松村さんが世界の人になっていくことがとても寂しいです。尺を気にせず、ダラ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 喋って、ステージで鳩になってた頃が懐かしいな。あの頃の松村、もう帰ってこないのか。なんか気にかかることがいくつかあったな。なんか。日本の底辺？なんかね。そうそう、俺もわかるわかる。俺もやっぱりこの、でね、同じその底辺にいたと思ってたから、それがね。あなたも底辺にいたのね。なんか、寂しいよね。いなくなっていくって思うと。いやいや、そんなことないよ。でもさっきなんかその、お返し申された時に俺はなんか、やっぱ、あの時の松村は、世界の松村になっても、その、あなたの中が消えてないんだってちょっとこう、安心して。安心してくれたらよかったよ。やっぱ、定期的に今日も、もうお返し申した。ダメだよ、本当に。じゃないと本当俺らとかもうリスナーみんな不安になっちゃうから。まあ俺、新海さんはそうやって、うん、だ
言われた、あの、約束したから聞いてないみたいなことを言われたけど、うん、その周りのスタッフさんマジで聞いてて、新川さん聞いてください、いいから。って、めちゃくちゃなんとか押し通してるし。おすすめしてくれてるんですか？めちゃくちゃ進めてるし、周りはみんな聞いてんだって言う。そうなの？マジ最近、本当に恥ずかしいことに、リトルストーンなんですって増えたんだよ、お前。そう。マジで。じゃあ、0時台からマジでやめます。え？おい、お前、あと5分で滑り込むつもりじゃねえか。そう、もう曲も流れちゃいますから、あと10、いや、でも5秒やなんかで。いや、マジで、ちょっと、もう本当。さあ、ピッチャー投げました！打った！宇宙間マップ2つ！これはタイムリーになるぞ！サードコーチャーが腕をぐる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 回す！回ってない！回ってないぞ！どうした？回したいのに回らないの！肩痛くてもう！肩、腰の痛みに貼れば、直に効く。フェイタス。ひさみつ。いい部屋、ネット、いい部屋、ネット、いい部屋、ネット、ネット、ネット。ってくらいだから、いい部屋ネットはネットでお部屋が探せるってこと。いろんな部屋があって楽しい。お部屋探しはいい部屋ネットで検索。いい部屋、ネット、ネット、ネット。いい部屋ネットで探そう。山田ゆきでした。浜名湖パルパルからバースデーカードが届いたよ。去年は3歳でパルパルデビューできてよかったね。浜名湖パルパルでは3歳キャンペーンご利用のお子様へ、1年後の4歳の誕生日にバースデーカードをプレゼント。また遊びに行こうね。4歳のお誕生日おめでとう。ヨーロッパ企画上田誠の新作舞台鴨川ホルモンワンスモア、2024年4月上演決定。中川大輔です。鴨川ホルモンワンスモアで舞台初主演を務めさせていただきます。チケットほか詳しくは日本放送イベントホームページまで。劇場でお待ちしています。ホルモン。今回お正月がしっかりとした休みがあったんですよ。マジでそうよ。あの、おばあちゃんち。うん、ああ、いいね。そう、行って、甥、うん、っ子がもうすぐ2歳になるのかな。うん。誰この人みたいな顔されてこれはちょっと寂しすぎるなと思って。うん、ちょっと待ってよ。まだ俺には休みがあると。うん。俺には。お前さ、もしかして全員休み捧げる覚悟をおっしゃってる。アンパンマンミュージアム行くぞっつって。このアンパンマンミュージアムって、ショーが行われるわけですよね。ほうほう、あの、おじさんの見せ所だなと思って。うん、20分前に最前取り。あ勝利したわけだ。ショーが始まった瞬間、うん、アンパンマンが走ってきてくれて、俺らの前に最前に来てくれたわけ。あ、そしたらもう次にね、もうジャムさんとか、ジャムさんとか、カレーさんとか。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。ジャムおじさんのことばジャムさんって呼んでる。バイキンマンだけ唯一遠かったの。聞いたところによると、バイキンマンが一番好きらしい。ああ、そう。バイキンマンがちょうど俺、上手にいたんだけど、下手にいるのよ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。え、今回のミュージアムショー、バイキンマン下手来ないの？コーチネタバレじゃん、最悪。ああ、マジか。瀬取りだけは隠してる、うん、でもまんべんなく来てくれるよ、みんな。メール見ますよ。ラジオネーム、春はあけぼの、僕はのけものさんからです。お、松村帰ってきたんだ。え、ほら、うちのおばあちゃんがつけた普通歌持ってけよ。こんなの東京じゃ食えねえだろ。汚ねえ、びちゃびちゃにつけんなよ。あ、これお前、持って帰れよ。おい、お前、ぬかのこ、もう、むちゃむちゃだよ、お前。お前、春はあけぼのが、このおばあちゃんがつけた、お前、普通歌。おばあちゃんが。ぬかがすげえ。いいから、いいから、いいから、ほら。もう、いっぱいあって余ってても食べきれないから、うちじゃ。なんで余ってんだ、お前。採用されてねえじゃねえか、じゃうちじゃ食べきれないから、それ、もう持って帰っちゃって、それ。じゃあ、続いてラジオネーム。ターニャさんからです。北斗！おい。お前、久しぶりだな。ねえ、見て。ひき肉です。北斗さん、見て。ひき肉です。おい、地元のつまんねえやつやんなよ。おーい。やたら明るいやつね。地元帰ったら、あいつマジおもれえって言われて、引き抜くですって言われて、何がってなるやつ。懐かしいだろ。懐かしくねえよ、お前。懐かしいだろ、お前。なめんなよ、お前。いや、懐かしいね。みんな嬉しいんだよ、お前が帰ってきて。ずっとね、もう、スペシャルビーカー来てんだって。続いて、ラジオネーム、カジノゲームさんからです。なあ、松村、東京ってさ、コンビニに駐車場ないって本当？そんなわけないよな。みんな車持ってるもんな。
でもな、ま、ないの東京のコンビニ。あっち行けバカ。ね、ほら、だって、あそこのさ、あそこのコンビニとかフットサル場ぐらい駐車場あるじゃん、あそこ。俺んちは隣のところの。知らねえ、お前、千葉の話。やたらでけえな、土地余らせやがってよ。ドクドクで一緒にひき肉取ろうぜ、ひき肉取ろうぜ。お前、やだよ。お前、しょうもねえ、TikTok よ。ひき肉取ろう、ひき肉取ろうぜ。やだ、やだ、やだ。わかんない文字でさ、下の方にさ、友達がマジおもろいって。変な関西弁つくんねん。ひき肉ですってやつ。あれやれ、たら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 とか。お前、マジ流行ってるから。TikTok のバズりってなんだよ、お前。いや、お前なんかその、浮いてるみたいにさ、あれ、浮いてるみたいに見えるあのスクープやろうか。おい、やめろよ、お前。浮いてるみたいに見えるやつさ、こういうやつ。スリッペ、ウッペ、ペ、ペ、ペってやつやろうか、お前。あれやろうぜ。お前 TikTok が強すぎて最近バンドマン芸人さんすらもそれやり始めたな。あれやれ、俺結構うまいんだ、あれあれ。こっちこうやってるじゃん。ああ、下手くそだな。お前もっと BE:FIRST とか見ろよ、めっちゃうまいぞ。BE:FIRST のそれ。こういう地元のノリがお前一番楽しいんだからさ、お前。お前地元のノリすげえ面白くないよ。がっかりすんだから、地元のなんか集合写真とか見ると。俺の地元こういうやつばっかだね。はい、じゃあ、北斗、トークを。おい、何疲れてんだよ、お前。もう一段落したんだよ、地元トークは。じゃあ、いいね。はいはい。じゃあ、ごめんなさい。なんだよ、もう絡んじゃってるんだよ。なんだ脳とかもちょっとぐるぐる、ぐるぐるしちゃったんだよ、ちょっと。大丈夫ですか？急にどうしたんだよ、お前。急に入れてくんだよ、お前。びっくりすんな。ああ、面白い。いいですね。最近の私のお話いいですか？いいですよ。突然のことでびっくりしますけども、はい、びっくりさせますよ。はい、ごめんなさい、私最近ゴルフを、始めました。はいはいはい、はい。なんとなく、始めたっていうことは耳にしてますよ、はい、僕も。まあ、ぼちぼち私もミドルエイジというかね。はい、はい。いい、大人に向けてちょっと。はい。というのもね、まあ、ことの発端から言うとよ。うん、コーチがさ、うちの、最近のアンパンマンのやつよ。うん、アンパンマンのコーチ、ね。俺、潔癖症じゃんって、おなじみの。この話、俺、潔癖症じゃんって。のコーチがね。うん。ゴルフやってるじゃない。はい、やってますね。なんかたまにそうゴルフの話するじゃない、唐突にね。なんかそんな話を聞いてたらさ、まあ、こんなこうでさ、ってラウンド回るとこうでさ、って話聞いててさ、まあ、話聞いてると確かに、こう、あんなさ、自然が多くて開けてて、そうだね、空気うまいだろうね。でしょ、そう、あんま都心じゃないじゃん。そうだね。うん。しかもさ、人がこう、雑多にいないというかさ、まあ、そうだね。しかも紳士のスポーツだからかなりこう、清潔感がある場所というか。そうだね。うん、なんかそれはやっぱりすごく魅力的だなとは思いつつ、俺なんか、お散歩とかするわけよ、自然とかの場所でこう歩きたいから。うん、けどさ、やっぱりこう東京でいくらそういう場所を探しても、まあお馴染みになるし、うんうん、なんか行くあてもないじゃん。うんうんうん、だからなんか結局、ああどうしよう、ああってなって帰っちゃうとかさ、うんうん、とかまあ人が多いとかなるじゃん。うんで、そうなってくるとさ、じゃあ自然にがっつり行きましょうってなるとよ。もう旅行とかするしかなくない？まあそうだね。あとそれこそまあ、またこうちゃん話したキャンプとかなんかそういう系だよね。まあ、ね、うん。がっつり何かこう泊まりがけとかなんか、そういうイメージはあるかな。うん。出てきちゃうじゃん。って思うと、まあ俺はそういう自然の場所にこう落ち着いていきたい欲が年々すごいのよ。はいはいはい。ゴルフってすごくこの理にかなっているというか。ほうほうほう。だからまあ、本当にゴルフ好きの方にね、申し訳ないけども、うん、俺はゴルフをやりたいというよりかは、そのシチュエーションに憧れて。なるほど、その自然の中で。そう。うん、でも、ちょっと気持ちよさそうだね、なんてコーチに言ったら、うん、いいっしょ。始めちゃうって言われて。ほうほうほう。いや、さすが。まあまあまあ、ちょっとやぶさくではないけども、うん、まあ、ちょっと、いいなとは思うけど、いろいろね、って。言ったところ、うん、こうじゃ、いやいや、じゃ、始めちゃうよ。とりあえずさ、打ちっぱんして練習から始めて、俺ももう全部貸すわ。全部貸して、迎えも行くわって。もう、引き込もうと。おうおうおう、もうしょっぱらから迎えに行くわって言ったの。もう俺のへその緒をグッと持って、引き寄せてくんのよ。おうおう、
でも俺はさ、なんか、なんていうの、こう、やっぱさ、ガッて来られるとさ、うん、そのスタートダッシュでこう、うん、いや、ちょっと、あ、いいわってこう、引いちゃう気持ちわかる。うん、実際俺、うん、その時もなんか、グッて来られた反発心というか、うん、いや、まあ、ちょっと、すぐにはあれだ、まあ、いろいろ考えてからかなって言ったのよ。うん、けど、コーチ引かなかったの、そこで。ほうほう。いや、とりあえず行ってみよう。何も買う必要ない。マジで俺が最初全部貸すし、打ちっぱなしだったら本当ルールもマナーも大してないから、全部教えると、はいはい。俺が全部教えるし、迎えも行くし、来週空いてるって。早いねー。で、なんかそう言われるとさ、まあ、ある程度スケジュールで共有されてるじゃん。うん、ここ空いてるって言われて、うん、まあ、空いてるけどっていううちに、約束を取り付けてしまったのよ。うん、はあ、あ、もうポン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 進んでってね。そうそうそう。うん、これもう去年の話よ。去年の冬、うんうんうん。年末頃の話。まあ、約束をできてしまったから、それはもう行くじゃない。うんうんうん。で、まあ当日もちょっとまあ、億、うん、うん、あんま乗り気じゃないというか、うん。だから俺その場でさ、誘われた時も、いや俺そのラウンドっていうね、こうバーって開けたところへの憧れがあるだけで。うん、はいはい、打ちっぱなしとかそういうなんかまあ鍛錬的なことはあるだろうなって言ったけど、いやラウンドマジで気持ち行った方がいいけど、いきなり行ってやっぱこうあまりにもそのプレーの方ができなかったら多分嫌になっちゃう。あー、なるほど。せっかくのラウンドの気持ちよさもったいないねってなったから、うん、もうそこまでこうまくし立てられるともう、うん、じゃあ分かった、一回行こうっつって、とりあえず一回行こうと、うん、で当日も迎え来てよ、実際、うん、車でブーン来ました、うちの前に。おいって手挙げてたわ。運転席から。俺さ、もう乗ってよ。だ本当俺手ぶらよ、ほぼ。ああ、まあまあ、全部貸すって言ってたもんね。後ろパッて見たらいろいろ積んであったよ、こっちは。いろいろ考えて準備したんだろうね。そう。でさ、いざ乗ってさ、ブーンと走り出してさ、うん、まあさ、あんまさ、メンバーと二人きりで、休みの日にこう、休日ね。出会うってなくない？仕事の合間とかはあれだけど、休日ってないかもね、二人は。なんか仲いいからみんなでさ、ご飯とか行くけど、うん、それって結構仕事の流れだったりとか多いじゃん。うん、仕事早く終わらせていくとかね。うん。なんか、だって、つまりもう休みの日に行ったことは、前の晩に寝るときにさ、明日コーチが迎えに来るのかって寝るわけじゃん。あんまなくないそのシチュエーション。ないね。あんまないよ、メンバーと二人は。だちょっとこう、ドギマギしながら乗ってさ、うん、だもう本当にごめん、本当面白くもない。ベタだけどさ、天気いいねとか言う。まあ別に仲いい悪いじゃなくて、ね、急に。そう。で、二人のシチュエーションも今まで散々あっただろうに、休日って急にってなるとまた緊張すんのか、うん。だってなんかそこでいきなりさ、あのライブの瀬取りなんだけどさって言うのもなんかちょっと。まあ嫌だね。冷めるじゃん。うん、違う気がするね。うん、まあムードとか大事にする、ね。そうなんだ。そうそうそう、うん。で、なんかまあ、もう天気いいねとか、うん、結構、どんぐらい行くのとか、ま、ほんと、さ、あの、当たり障りないような。たわいない、ほんと、流れてる音楽、これ何のヒットチャートみたいな、いう会話で、ほんと長かった、正直、行きは。なかなかつかねえな、と思って。ほんと速度メーター見た。全然ちゃんと走ってた。もう10キロ、20キロで走ってんじゃねえかって思うぐらいってこと。そう。で、ついてよ。で、いざ打ちっぱなしついてさ、もうほんと全部教えてくれた。もう、こっち来てって。もうそっから、うん。全部。こっち来てから教えてくれたわけだ、うん。そう、うん。で、ついてってさ、もう、カウンターで。じゃあ、まあ、とりあえず、一回だけだったら、なんかその、まあ、ゲスト的な入り方でもいいけど、一応って言われて、うん、まあ、会員カード作って、なんか書いてる、住所とか名前書いて、うんうんうん、会員カード作って、で、会員カード作って、なんかそれがね、どういうものかっていうと、そのお店限定の、なんか、まあ、スイカみたいな、電子マネーみたいになってるわけ。それでこういろいろ支払う。そうそう、会員情報とか入ってて。うん、だからそこに、まあ、とりあえずまあまあちょっと、5000円入りようかって言われて、まあチャージして、うん、それで支払って。だから俺、これ作ったってことは俺今後やっぱ来る可能性あんのかって。まあ、5000円チャージしちゃってるしね。うん、なんか俺あれよあれよとこう連れてこられて、うん、ちょっと会員証まで作ってるよとか思いながら、うん、じゃ、こっち来てって言って、こうちゃんもうでっかいキャディバッグガシャンって持って、うん、俺もほぼ手ぶらよ、うん。後ろついてってさ、家で打ちっぱなし、その時2階だった。うん。ついたらさ、いや、俺ね、ちょっとね、全然イメージと違ったんだけど、うん、なんて思いながら言ったけどさ、打ちっぱなしも、
すごい景色いいの。そう、気持ちいいよね。見晴らしがいいというかね。あ、行ったことある？いや、一回だけあるよ、俺も。あ、オタクもござる。あります。一回だけありますよ、俺も。いいじゃない。うん。気持ちいいよね。気持ちいい。なんか、うん、そんなにやっぱこう、なんか雑なものもないし、うん、ピシーッと横並びだし、うん、なんか木とかもわーって植えてあるし、うん、はあ、気持ちいいじゃないなんて思って、とは言いつつ、いや、のめり込まないぞっていうか。まだちょっと反発心があるというかね。そう。うん。でね、コーチやっぱね、めっちゃ丁寧だった。とりあえずもう、まずこれから練習しようって言って、自分だって練習したいはずなのに、もう、まずこれから始めようみたいな、ほんと基礎の基礎。もう本当にフォームの基礎から。教えてくれて、1打目とか、じゃあやってみてじゃなくて、もう後ろでこう、もう腕組んで見てくれて。ほんと基礎の基礎よ。ほんとコツンって当てるぐらいの。俺、コツンって当てた瞬間、コーチが後ろで、やるね。わあ、盛り上げてくれる。そう、うん。よく言うわ、と思って。うん、いや、そうって。まあ、ここはまだ俺もなんか。まだだって1打目だもんね。ちょっと、正直よ。いや、わざとらしいなって心の中で。いや、思うじゃない、それは。はいはい、こう、やっぱこう、未だに引きずり込もうとしてる感というか。必死だなと思って。はいはいはい。もう手汗びちょびちょじゃんと思って、絶対。必死すぎてね。なんとか、だって、ちょいちょい言うのよ。やっぱね、ゴルフ人口増えてくれたら嬉しいからね、って。あ、もうそっち側なのよ。なるほどね。もうね、完全ボール側の人間なのよ、あれは。そっち側の使いのものみたいな。だからもう俺、ゴルフ人口増やそうと思ってるなと思って。で、まあそっからちょっと練習して、だんだんこう、例えば足のスタンス広げて、うん、この手の振り幅とかも広げていくわけよ、うんうん。で、ちょっと行った時にポンって打ったらさ、後ろから、俺見てるって気づいてなかったんだけど、うん、後ろから、おい、最初からそれられちゃう俺もう困るよ。盛り上げてくるな。でもよ、うん、その時は俺も、おっと思ったわけよ。結構当たり良かったんだ。だから、その時はもうさすがに、そう？いやいやいや、こうちゃってもさっきちょっと横で見たけどすごいじゃない。いや、俺はだってもう頑張ってるもん、みたいな。いや、でもね、初打席でそれやられちゃ俺も、頑張りがいないわ。そうとか言って、もう正直めっちゃ嬉しかったもん。お前も手応えあったからね、打った時。うん。で、思いがけずこう、ちょっとうまくいったから、うん、さっきよりも大振りでガンって言ってみて、うん、うまくいかなかった。ああ、なるほど。とか言って、したらコーチがさーっと来て、したらね、次こうやってみようか、とか言って、うん、もう自分の練習、もう、二の次で、そっちのけで俺についてくれて、それはそれでなんか、あ、嬉しいなと思って。こうやってさ。で、最後の方、カーンとか当たって、スポーンって飛んでいくわけよ。ほうで、コーチが、なんか素質あるんじゃない褒めるね。俺も、いやでもね、今のね、こう、さっきの当たりとの違いが、ちょっとね、素人感覚ながら、わかった。っていう会話をしてよ。で、俺結局ね、打ちっぱなしで200、5円ぐらい打って、もう手も腰ももうギチギチに痛いぐらい。キワキだ。でももうすごい楽しかったっけ、正直。で、いい当たりも出たしね。そう。だから、もう、じゃあ終わりましょう、帰りましょうっていう、もう帰り道なんてさ、もう車バンって乗ってさ、もう行きはさ、あんな感じだったじゃん。帰りはさ、こうじゃん。あのね、このね、ゴルフ YouTuber さん結構面白いなって、何って見て。なるほどね。だから、コンスイングの時、俺ささっきのコンスイングなんていい話だから、もう短い。すぐついちゃったんだ。そう。だからこの顔をさ、上げるのちょっと、もうついたの家みたいな。ああ、まだ話終わってないよみたいな。いうことよね。ちょっとま、こっち今日はありがとうと。うん。正直めっちゃ楽しかったんだけど、来週空いてるって。お前がね。たらコーチが、もう全然。って言って、俺が家入って、うん、5分ぐらいしたらもう何日空いてますって来て。で、そっからもう毎週のようにさ、もう次の週早速打ちっぱなし。あ、マジで行ったんだ。そう。打ちっぱなし行って、で、その後ね、3週目、3回目ぐらいで、ソニーのね、ちょっとお偉い。でも俺はめちゃくちゃ仲いい。ああ。おえ、M ソニーね。そうそう。すごいやないかい。っていう。エムソニーっていうのがやね。エムソニーね。っていう通称ね。偉い人ね。もうやってるとよくコーチと。3人で打ちっぱなし行こうって言って。
で、行ったら行ったで、その M ソニもめちゃくちゃ教えてくれんのよ。あー、そう。したら俺、その一回で、メキメキメキって伸びて、マジで、マジなんだって。あの、M ソニとコーチに囲まれてってこと？そうそうそう。実感の中で、あ、どんどん上手くなってるって。ワクワクしてっちゃって、どんどん。え、わかる？このなんかさ、全身からジュワーって出てく感覚、いろんなものが。あ、こで、打つために、あ、これちょっと違ったなってやって、次修正したら打てるみたいな。そう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 。で、もう最後の方とかも二人、いやー、相当上手いよ、もう。これ、ラウンドいっちゃう？誰て、いや、それは俺さすがに早いと。あ、コーチがラウンド行っちゃうとか言ってくれるわけだ。うん、で、M ソニも、せやなぁ。どうやわで、それも12月の真ん中ぐらいよ。これはもう、あれやな、年内やなって。いや、もう2週間ぐらいよ、みたいな。しかも俺もう何も持って全部借りてるから。あ、そうじゃん。何もないよって言ったら。じゃあ、まず、クラブは、はい、買いましょうって言われて。うん。ってなる人、さすがにクラブってめちゃくちゃ高いイメージあるじゃん。うん、ある。結構揃えたら値段するイメージある。いきなり、その、買いましょうで、うん。いけないよ、というか。で、じゃあ、レンタルとかないのって聞いたら、あるはあるけど、正直じゃあ、ラウンド2回3回回っていくんだったら、ほんともったいないよ。レンタル。レンタルするだけ。もう最初行っちゃった方がいいよ、って言われて。最初から買っちゃった方がいいよって。そう。うん、なことをこう、数日説得されたわけよ、コーチと。それこそあの、生放送の音楽番組の人がもう説得されてて、うん、じゃあもうちょっと、買い行こうよって言われて、うん、行っちゃうみたいな、俺もなんかだんだん口説き落とされてきて、うん、行っちゃうかって、ついに俺が言ったタイミングがちょうど生放送のこの、数時間空いた日あったじゃん。あ、はいはいはい。みんな、おのおのチリジリに帰ってった時、うんうん、あの時に、行くね？わかったって言って、急に連絡し始めて、うん、あ、ちょっとね、ゴルフクラブ、新しく買うの見たいんでいいっすかってすぐ連絡し始めて。うん、で、切って。大丈夫、任せてと。うん、もう、一番いいやつを、もう、かなりお値段頑張っていただく。言われて、俺だから生放送の間に行ってよ、もう。パッて言ったら、もう、クラブセット買って。え、コーチと二人で行った時？うん。え、何それ、どこに？ゴルフショップに電話した。ゴルフショップに電話したが、コーチが買ったとこに、お世話になってるとこに電話して。なるほどね。で、実際もう、そこの店長さんなのかな。うんうん。僕のお下がりでよければあげれるものもあります、なんて言って、ちょっといろいろ組んでいただいて。なるべく安くみたいな。うん。で、一週間後受け取りに来てくださいと。それまでに僕完璧にしときます。なるほど。言ってくれて、ありがとうございます、なんて言って。一週間後ですね、なんて言ってコーチが言って、バーってスケジュール見て。一週間後この日空いてます、北斗は何時大丈夫ですか僕が車出しますって言われて。手際いいな。ほんと全部。うん、ゴルフ周り全部やってくれるの。うんうんうん。で、まあ、じゃあ、クラブじゃあ、いよいよ届きますってなったら、うん、それこそ M ソニも含めて、したらもうラウンドやろってなって、うん、もうほんと年末スレスレで、空いてるね、ここって言って、ようやく取れたわ。俺もいよいよ年末デビュー決まったのよ、ラウンドの。ああ、ああ、これね。めちゃくちゃ似てるよね、めっちゃ似てんの。ね、これ似てるよね。M ソニーに。相当似てるよね。マジで似てんの、これ、ソニーの偉い人に。いやー、これはやっぱ、嬉しいだよ、喜んでるよ、今、M ソニーが。っていう話をしてよ。でも、まあ、俺もなんかドキドキはしてるけど、めちゃくちゃ不安なことが心の中でこう渦巻いてて、俺、クラブしかないよっていう。ああ。いう話をその場でしたら、もうコーチと M ソニー。じゃあ、靴は買いましょうと。おうおう、で、じゃあ靴買ったらいいよねって。したら、クラブはあります。バッグ、あ、バッグないよ。いわゆるキャディバッグ。ああ、はいはいはい。したら、M ソニーが、したらな、ほんま切ったんですよ。俺のお下がりでよかったら、やるわって。言ったんで、もうすぐ捨ててえから、一旦もうやるわって。言われて、いいんですかで、もうね、もうそれでとりあえず行こうって言われて。うん、ウェアを買うかってなって、コーチが、ウェアはとりあえず僕貸しますって。当日、ウェア持ってきます、迎え来ます、帰りも連れて帰りますって。もうお前何もして、全部こうやってくれるわけだ。そう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 。って言われて、いよいよもうだから年末ラウンドデビュー、
してまいりました。おー、早いね。朝さ、それこそ千葉の方よ、バーって車で連れてってくれてさ、うん、もうその頃にはもうさ、千葉の距離ももうあっという間よ。俺さ、最初打つとき何気をつければいいんだっけ。ほんと、もう一回 YouTube 見てみみたいな、そういうので。で、途中でコンビニでみんなでご飯買ったりなんかしてさ、もうなんか遠足の気分よ。ああ、もうワクワクしてんな。そう。なんか大人の楽しみなんだけど、この子供の頃のワクワクにちょっと近いんだよね、すごく、うんうん。で、いざさ、ほら、俺はもう、変なし、その、ラウンドの景色、その、だだっ広いこの自然に憧れてきたわけじゃん、うん、そこで歩くみたいな、うん。そこにさ、いよいよこう楽しみにしてて何回も打ちっぱなしを経てよ。うん、変なし、我慢してきて、やっと着いたわけじゃない。うんうん、もう俺、早く、そこに立ちたい。あ、もうじれったいのよ、うん。で、いざさ、着いたらさ、パーって開けてる前によ、うん。なんかね、その、いわゆるこう、スタート地点の前に、うん、なんかパター練習場みたいなのがあって、うん、っていうのも何かっていうと、ね、ゴルフって、まあ、打ち始めからこう、ホールまで行こう、うん、ゴールみたいなところまで、うん、っていうのを、12種類のコースやるみたいな感じのイメージなの、確かね。で、そこも、あれはもうゴーカートみたいなこと。うんうんうん。一人が、だから一組が出たらしばらくこう進むまで次の組が出ないっていうのが何組か待ってるみたいな状態なんだけど、だからそれを待ってる間に、もうね、みんなそこのパター練習場で直前の練習をするらしいのよ。仕上げるわけだ。だからもう、俺がイメージしてたこの、あはは、キラキラじゃなくて、ちょっと正直みんなグッと集中して、今日のこの筋肉のコンディションと相談してる感じ。ああ、オッケーオッケー、こういう感じ。最終調整みたいな。そうそうそう。ああ、思ったよりこう、ピリッとこう、なんか集中力の高いというか、うんうん、俺、あ、こういう感じだったかって、ちょっと一瞬なんだろうな、緊張。ビビったというかね。そう。そういうつもりでもなかったけどなとか思いつつ、うん、そしたらコーチに、あ、しょ、起きた、練習しようって言われて、おー、やるんだとか思いながら、最終の教えてもらいながらよ。ちょっと俺楽しみに来たんだけどなと思いつつ、うん、まあちょっと練習して、で、よし、じゃあカート乗りましょうとか、うん、あ、いよいよ来た。ってなるとやっぱ楽しみ。ああ、ワクワクがね。うん、童心に帰るというか、うん、でも乗ったからってやっぱすぐ行くわけじゃないのよ。うん、あの、ね、紳士のスポーツって言われてる理由は、どっちかっていうと後ろの組を待たさないそのスピーディーさ、みたいなところに隠れてて、うん、だから前が空いたからじゃあ乗りましょうじゃなくて、前が空く前にも乗ってきましょうというか。なるほどね。はい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 。で、もう前がまだいるからこう乗って待ってるわけ、うん、車に。で、こう、ブーンってこうエンジンがさ、うん、それこそマリオカートの出る前よ。待ってる時みたいなね。行くぞ行くぞ行くぞっつって、よし行こうかって、エムソインが言ってさ、うん、パチッって車のボタンを押したらさ、うん、もう自動運転。うーんって出始めて、うん、もうそれで興奮なんよ、俺、それはそれで。自然の中をさ、うん、もう知らないそういう自動のものがガーって進んで、うん、いいポイントで勝手に止まるわけよ。うんうん、ピッて止まって、勝手に止まるのみたいな。こんな文明進んでたのっていう、うん。ものすごいワクワクしながら、うんうんうん、いざ、その俺が夢にまで見た場所にドライバーを一本持ってパッて立ったらさ、うん、気持ちいい。ああ、もう想像してた感じ。もうさ、本当はこう横向いてもう球打つ体勢になりたいじゃん、うんうん、一回この自然のさ青空に向けて整体をパッて、うん、正面向けてさ、あ、もう感じたいと、もう鼻から思いっきり吸ってはぁ気持ちいいそれをねやりたかったんだもんね、うん、ってしてたら北田早くってやると、もう後ろ待たせちゃいけないから、あ、すいませんすいませんなんて言ってながらこう、とりあえず一打目をもう思い切ってパチコーンって言ったら、正直下手だった、一打目、うん。でもね、あの状況で何か球を一個打つっていうのは、なんかね、生活では感じられない清々しさがある。おー、なるほど。一打目でめっちゃ下手だったよ。めっちゃ下手だったけど、俺は確信した。ハマるなって思いながら。打ちながらね。うん、パンって打って青空を見て、もう青空に夢中よ。正直もう視界から球は消えてったけど、はぁって思って、うん。もう最初はそれでめっちゃ気持ちよかった。うん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 、で、まあ、それで12ホールと言われるもの、うん、回ってってよ。で、最後のホールの、その最初は下手だった1打目、うん、一番難しいらしいのよ、1打目って。ドライバー。そう、うん。めちゃくちゃ綺麗に飛んで。ほー。パコーンなんて飛んでってよ。え、めっちゃいいじゃんと思って、みんなも、みたいな、もう拍手を。したら俺もうめちゃくちゃこう、もう、上手になりたい欲が出てきちゃって。だから、もうその後の、まあドライバーの5もあるじゃん、うん、
もうすごいこう逆に緊張しちゃってうまくいかなくなり始めちゃったりして、うんうん、そこまでちょっと調子良かったのに、うん、でそれでもうその日のホールは終わって、うん、でなんか最後大浴場みたいになるよ、うんうん、大浴場パチャンって浸かりながらさ楽しかったなじゃないよ俺は、うん、俺もっと上手くなりてそっちなのよもうもうアスリートの感じだそう、うん、で帰りもさ車コーチ出してくれるからさ、うん、俺最後のはさやっぱこう顔上げるタイミングとかちょっと早かったよねみたいな、うんうん、トーンもそっち、うんうんうん、で俺もこれ完全続けますと、うん、ハマりますって分かったから、うん、もう帰ってもうコーチももうすぐまた行こうって約束して帰ってもう即ウェアもキャディバッグも事務所も全身自分用でちゃんと行けるようにねもうああもうお借りせず行けるように買ったのよ、うん、で届いたのよ、うん、今もう完全体も万全なのよ今全て自分のものとして揃ったわけだ打ちっぱなしに行くのもラウンド行くのももうどこでも行けますよの状態なの、うんうん、完璧にな松村北斗なんだけど、うん、今まあラウンドもあったのが年末で、うんまあ、毎週一緒に待っててくれたコーチ、うんかまあそのラウンド回って以来全く誘ってくれてないのよでももうコーチしかいないでしょもうそう気づいてないのかもしれないけど彼、うん、俺コーチがいないとゴルフできないのよでもお前もう完全で揃えてねそうもう今か今かと次を楽しみにしてんだから頼むから干さないでほしいよこの時間はガチャガチャの森がお送りしています。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。オールナイトニッポン55周年を記念したガチャガチャがたくさんのリクエストで再販売決定。日本放送技術部が監修、ラジオブースのマイク、カフ、デジタル時計などミニチュアサイズで完全再現しました。ラジオファン大興奮のアイテム、お求めはガチャガチャの森。青山よしのと前田香織、金曜日のしじみポッドキャストで配信中。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組のトピックスをニュース記事で読みやすくお届け。 1242.com からアクセス。ストーンズ日記。ラジオネーム、おろしたてのボンボン。今日は久々のオフ。せっかくなので料理を作ることにした。スーパーでベシタリフンヌが安かったからチャチャボララを作ろう。たしねむにユタチャンパをまぶしペプリポそれを油で揚げて仕上げに茶か仕上げに茶かかばしたら完成だ。うん、我ながら美味しくできた。今度メンバーにも振る舞ってやるか。何食わされんだよ俺ら俺ら何食わされんだよ。俺これめちゃくちゃツボなんだよ。何食わされ、何を言ってるか全然意味が分かんなかった今の。何ペプリポ。え、そうね。ちゃペプリポはだから技法よ。料理の？そう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 。だからフランベみたいなこと。そう、俺ら何食わされんだよ。またペシタリフンヌよ。ソーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。さあ、ピッチャー投げました。打った！右中間マックパス！これはタイムリーになるぞ！サードコーチャーが腕をぐる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 回す！回ってない！回ってないぞ！どうした？どうした？回したいのに回らないの！肩痛くてもう！肩、腰の痛みに貼れば、直に効くフェイタス。久光。リアル脱出ゲーム。オードリーのオールナイトニッポンのリアル脱出ゲームが開催トゥース。あ、春日に支配された東京ドームシティからの脱出今やってますんで、オードリー脱出で検索してみてください。おい、リトルトゥース、謎を解いてドームシティを救うこと。死んでもやめんじゃねえぞ。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。ストーンズ日記。ぼんじりしか勝たん。
新しく買った T シャツにダメージ加工をした。今回は大胆に切り裂いてみようと、そう思った。何時間だっただろうか。手を見ると、糸くずだらけだった。服、なくなっちゃった。なくなることはないだろ、ダメージ加工で。俺のこと舐めすぎ。すべて糸くずになるまでダメージ加工。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。じゃあメール見ます、ラジオネームひらがなで腰痛いさんからです。この感じだと年末までにストーンズ全員がゴルフ好きになってそうじゃん。次のリーダー決めはゴルフにする？年明け早々。でも趣旨が違うから、実際マジで話したりしてるよね、ゴルフやろうよみんなでみたいな話もちょいちょい浮上したり、ね、まあ、ジェシーもちょいちょいゴルフやったりしてたよ ね。慎太郎もちょっと やってんじゃなかったっけな。なんかそう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 、で俺もちょっとそれこそ知り合いの人に やりなーって言われて教えてもらったりし、ちょっとほんと俺も去年の逆に春頃ちょっとほんと入ったぐらいで、 そっからいろいろ仕事の都合でできてないんだけども、うん、ちょっと入ってはいる。ああ。まだ買ってないけど、俺、父親がゴルフ好きだから、俺が上手くなったら一緒に行こうよとか話したりしてて。めっちゃいいじゃん。そう、だから、マジで多分、そのうち YouTube とかに動画上がると思う。6人で、6人でラウンド回ってる。で、だんだんこう、ゴルフやってる方とコラボし始めてね。いや、まあ。いるよ、いっぱい。ココリコさんとかもやってるからね。ラウンドするかも。リーダー決めでラウンドフィールドもしんどいだろ。じゃんけんぐらいのスムーズさが一番ちょうどいいんだけどね。あとあれ、運で決めたいっていうじゃんけんなんだから、そんな。実力でもうみんな本気で練習し始めるからね。そうなると。カウントダウンだよ、カウントダウンで。カウントダウンで回って。ちょうど最後がちょうど年越しになるぐらい。そういうことね。うん、続いてラジオネームバナナばっか食うなさんからです。すみません、車出してくれて何から何まで手配してくれるコーチさんの話、先週も聞いた気がするんですが、松村さんってコーチさんの甥っ子ですか？あ、そうじゃん、そうそう、ないないない、コーチの甥っ子さんの、うん、兄貴のその子供が、うん、を機嫌を取るために、うん、家まで迎えに行ってで、その子供を喜ばせるためのプレイリストを作って、で好きなとこ連れてって、でいろいろサービスして、帰りも送って届けたっていう。俺甥っ子だと思われてんじゃん。そうだよ、甥っ子と同じ感じの待遇受けてるよお前今。甥っ子ぐらい手厚い休日を過ごしてるよお前は。うわ、そうだったんだ。言ってよ、じゃあ。お前は知らないだけかもしれないけど、うん、あいつの中で、おいっ子だと思って接してるかもしれない、お前に。それはこんだけ丁寧になるわな。だから、おいっ子、俺、おいっ子、俺の順番の感想もあるしね。で、今ちょっと年明けでおいっ子で忙しかったから、ね、そろそろ回ってくるから。よかったよかったよかった。続いてラジオネーム、パエリア炊いちゃいましたさんからです。新海誠さんの広報スタッフによる公式 PRX アカウントがこの番組についてポストしてくれています。え？松村、ギリ監督には聞かれてないっぽい。よかったね。え、何？聞かれてないらしいよ。なんかそう。あ、マジじゃん。俺、言うよ。見せよ、読んだよ。新海作品 PR スタッフってこれ実際にある X のアカウントなんだけど、はいはいはい、久々の生お返し申す。わら。ありがたいですね。ありがとうございます。でもね、ちょっと怖いのが、うん、新海さんの口調にそっくりだわ。いや、いや、でも、聞いてないっぽいんじゃないの？大丈夫かな？聞かれてないっぽいってことだよ。連絡来てないよな、俺、新海さんから。連絡は来てない。ちょ、一応見てみてよ。ね、来てない。大丈夫だよ、うん。じゃあ、聞いてないんじゃない？うん。あ、母親から連絡が来ました。うん、いや、やっぱ映画チームはこの感じ怒ってないっぽくない？怒ってないみたいよ。大丈夫か。うん、大丈夫。しかも、その、ありがたいですね、まで。でもね。おっしゃってくださって。すごいほがらかな母さんみたいな人がやってるかな、お優しい方が。そう、舞台挨拶とかも出てる、はずまさんっていうのかな。ただただ優しくて元気な方だから。大丈夫かな。大丈夫じゃん。怒ってない。ちょっと、まあ、少なくともチームは怒ってないっぽいが。だからもう、だんだん、どんどんやってこいよ、言ってこいよ。ダメだよ。怒ってないっぽい。もう、ありがたいですね、までおっしゃってくださってるわけだから。こんだけ感謝されるならね、もうやってっちゃわないといけない。もったいないよね。いやいや、だから、その、ダメだ、マジダメだと思うよ。これマジの、すんでのフォローだと思う。ああ、だってもう、違う、なんでじゃあそんなにダメって言ってんのっていうと、だもうほんと、世界の作品だから。うん。見た
ノミネートのラインナップ。もうディズニーとかさ、あの宮崎駿とか、はい、スーパーマリオとか、そこ、スパイダーマンとかと並んでるの。そこに出てるやつが深夜のラジオで、ふざけんなんで、お返しマウスじゃないんだよ、お前。いや、まあでも映画チームは少なくとも怒ってないってことが分かったからね。だからほんと国内で収まるようにしなきゃダメよ、ほんと。国内もほんとはダメだけどね。じゃメール読めないですか？続いてラジオネーム、コッペピンポンパンさんからです。松村さん、コーチさんからゴルフ道具、借りたゴルフ道具を返すとき、なんて言って返しましたか？おおおおえって書いてありますよね。なんで、まあ借りました。借りたじゃない。借りて、でもその日終わったでしょ、で、返すときなんて言うの、あなたは。いや、それは。じゃあ、コーチは言うわけでしょ、こう終わりました。ちょっと、北斗、じゃあ返してよ。まあ、もう自分で買うだろうし、返してよ。北斗、返して。ありがとう、また連れてってね。そう言って返したのね。よく思い出してごらん、もう一度。よく思い出してごらん。今なんか勢いに言っちゃってると思うからさ、深夜ラジオのノリで。深夜ラジオのノリでありがとうねって言っちゃってると思うから、うん。それでいいのね。あ、でもちょっと違ったかもな。ね、今深夜ラジオのノリで椅子言っちゃったけども、まあ、借りて、まあ、コーチがじゃあこう、北斗も返して、じゃあもう今日終わったら返して自分で買うでしょ、もう北斗返して、ああ。お返しします、お。って、それでいいのね。じゃあ、もう一択じゃない。違う、それでいいのかなって、それって言ったのかなっていう。じゃあ、もう、ファンです。あのセリフ言ってくださいって言って、うん、もうそれは。いいの、コーナー行くよ、いいの、それではこちらのコーナーに参りましょう。で、行っちゃうよ、タイトルコールしちゃいいの、こちらのコーナーに参りましょう。いっちゃうチーム全員で、いやこちらなんか深夜ラジオってこうだからみたいな変な文化の盾に使って、こうやって大切なアニメーションの世界を踏みにじってくんだお前らは。今の面白かったな。面白かった面白かった。お返しをする、いやそう負けるんだと思って俺が、いやいや、うん、めっちゃ面白かったよお前今。すごかったよマジで。今のよかったね。なんで 2,3 回やりたいぐらい楽しかった。ほら、各やりたいぐらい。じゃあメール読んでいきますか。また次回やろうねぐらい。やろうね。まず最初のストーンズはラジオネーム習字の月謝さんからです。スーパーで試食をもらう際、片ひだをついて頂戴しますと言ってから受け取る。いやそう。かっこいい。頂戴します。いいね、なんか丁寧でいいよね。え、そうだね。なんかこうもらう側がこのその丁寧な感じだとまた気持ちいいだろうね。気持ちいいかどうか。ああ、頂戴よりはさ、うん、それも嫌だか、スーパー。頂戴いたします。なんかもう払っちゃいそうだけどね、あのお金をね頂戴しますよ。じゃあ続いてお願いします。ラジオネームガエルガーゴイル。はい。作りたい道路とか橋があったらこれ足しにしてよと言いながら。納税する。We are stones! なるほどね。用途を指定してね。ああ、そうそうそう。はいはい、はい。あ、橋、道路そこ、一車線増やすの、うん、じゃあこれ足しにしてよ。そっか、それもありだよね。かっこいいね。なんか気持ちがいいよね。確かに確かに。その用途が分かって、これ足しにしてよって。まあ悪いね、ほんと。申し訳ないねって。国が人を雇うとき、これ使って。いろんな、パターンあるよ、ね。いろんな用途ある、ね。続いてラジオネーム片目だけひとえさんからです。レジで、すいません、これとこれ税抜きでという。いやないない、無理ない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 、ちゃんと払わないといけないか、これは。税抜きとかやってないから、そういうのないから。おい、メール同士で奇跡のなんかそのシンパシー生まれるなよ。税で無理だ、そういうのはやってない。そのピクルス抜きでみたいな、ないのよ、その、じゃあ、僕、税マシマシとか、ね。ないのよ。税マシマシでとかないから、そういうの。納税二郎ないのよ、日本に。はい、じゃあ続いて。ラジオネーム、腰痛のコシヒカリ。前日の晩ご飯の残り物のことを、
アーカイブと呼ぶ。We are sons! ちょっと。SNS 世代すぎるね。母親にね、こう夜飯食いながら。ねえ、これ、アーカイブ残すの？いいね、なんか問題なければ残ると思いますよ。で朝ね、母親、本当昨日リアタイしてなかったからアーカイブあるよ。アーカイブあるよって。生配信の時いなかったでしょって。続いてラジオネームガイルガーゴイルさんからです。地面に潜ったモグラを口の吸引力だけで引きずり出す。いや。やりてー。やりてーもう俺めちゃくちゃ裸のストレートできたよね。いや俺もそれのためだったら肺活量鍛えます。モグラこの穴に、おかモグラモグラ俺じゃ無理だっつって、まあ一か八か何もないところをこうガッと開いてポッてモグラモグラ俺こっちすんだお前そっちどっちすってどっちの本に寄ってるか分かんないからって。ああ面白い。入り口と出口の方ね、もぐらちょっと出口お前と俺肺活量一緒すぎて、お前真ん中にお前きっこしてんだよ。一回お前やめて一回ずっと今すって今すって。あこれ面白いわ。あーいいね、いいコーナーなんだよ。結構さ飛ばすこと多かったけどちょいちょい。じゃあ続いて、はい、続いていきます、ラジオネームマロン飛行。卒業証書授与のことを校長先生のお渡し会という。We are sons。 そんな言い換えなくていいじゃん。校長先生からじゃないからね。お渡し会。卒業証書授与式でいいじゃん。もう学校が下手したら国とかから出てきてるものだよ、ね、高校女先生のお渡し会で、その後チェキ会とかあるかもしれないしね。卒イベね。卒イベ、だからあれ同窓会はまあオフ会とかになるんだよね。そうだろうね、はい、続いてラジオネームぼんじりしか勝たんさんからです。確かに私にはアリバイを証明してくれる人はいません。でもたくさんの仲間がいます。ウィアーズ集団犯じゃん。ただの集団犯。それ別に海外のスリの仕方、逃げられるやつじゃないのよこれって。なんかたくさんの仲間がいますだけ見たらちょっとかっこよかったんだけどね。海外のスリの仕方です、これは。電車でスリされたと思ったら車両内全員仲間だったやつ。アンビリーバボーのネタです、これは。続いてです。ラジオネーム、隣のパンダちゃん。はい。ゲーセンのフリースローでダンクシュートを決める。We are sons! やっちゃダメだろ、これ。あれだ、壊れるだろ、あれ。シュートを決める。We are sons! やっちゃダメだろ、これ。あれだ、壊れるだろ、あれ。手前のあれも乗り越えてね。あそこでバンってジャンプしてガーンってダンクして、絶対やらないでくださいよ。ボールがさ、サッカーになって転がって手前に来るじゃん、あれに乗って自分も帰ってくるからね。あれさ、たまにさ、こうボールが返ってこないやつとかあるよね、挟まってね。そう、挟まって。あのフリースローのやつ損した気分なんだよね。続いてラジオネーム草餅さんからです。クレープの皮を洗って再利用する。いや、ストーブ。ちょっとどういう意味か分かんないかも。なんで食べてないあれもあれですよ。なんで、確かになんでまず中身だけ食ってんだよ。再利用する必要ねえだろってよどんだけど、なんでまず中身だけ食ってんだよ、綺麗に。意味分かんねえだろ。紙皿みたいな扱いしてる。紙皿とかだったらね、よかったんだけど、ね、あとクレープってその皮のことだから。あれクリームとバナナとかが入ってるクレープなんだから。続いてお願いします。ラジオネームミッドナイトに大乱闘。はがきの宛先にあなたの心が赴くままにと書く。 We are stones。 どこに届くんだろう。だから郵便局員のもうそれ腕次第だよね。そう、腕次第。それをふと見てなんかちょっと空見上げて行かなきゃって言って。だってさ、心が赴くままにで本当に直感ってダメじゃん結局。なんか腕試されるじゃん、センスを。なんかこれ結構局員に対してのなんか挑戦状だよね。プレッシャーすごい、うん、
はい、ということで今週のストーンズはここまでです。引き続きまだ見ぬストーンズを探しています。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com。 ストーンズの頭文字を取って ST となっています。懸命にこんばんはストーンズですと書いて送っていただけると助かります。はい、ここで一曲、さらば帝国で天国に行けるような。ピッチャー投げました、打った右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回すぞ。回ってない回ってないぞ。どうしたどうした。回したいのに回らないの。肩痛くて。もう肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光、世界を広げる音がある。ラジコ。ホーユーの福田裕太です。僕たち主演の舞台、隅田川ヤングロード物語2、ああ青春はマサラの香り、1月25日からサンシャイン劇場で上演。自分たちで劇団尺伸ばしと呼んでしまうほどアドリブの応酬で盛り上がりすぎてしまうこの舞台、ぜひあなたも笑いに来てください。詳しくは公式ホームページで。ストーンズ天候、田中樹、ジェシー、松村北斗、京本大我、松村北斗、高知優吾、松村北斗、森本慎太郎、松村北斗。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、松村北斗でした。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光、浜名湖パルパルからバースデーカードが届いたよ。去年は3歳でパルパルデビューできてよかったね。浜名湖パルパルでは3歳キャンペーンご利用のお子様へ1年後の4歳の誕生日にバースデーカードをプレゼント。また遊びに行こうね。浜名湖パルパル、4歳のお誕生日おめでとう。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。番組ではメールを送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大好きリチャードさんデザインの番組特製ステッカーをプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。そしてここでストーンズからお知らせです。ストーンズ4枚目のアルバムザ・バイブスが発売中でございます。もういろんなジャンルの楽曲がたくさん詰まった、まあ、今作も僕たちの、もうあの、最高傑作が出来上がっておりますので、まだ聞けてないよという方はね、YouTube にもいろんな、動画が上がってきてるね、結構ね、どんどん。ぜひそういうのをね、聞いていいなと思ったら手に取っていただけたらなと思います。そしてですね、まあ、そんな、ザ・バイブスの通常版に収録されている、まあ、この番組の前半の方でも流しました、君がいないがですね、ザ・ファーストテイクの方で公開されたということで、まあ、僕たちのパフォーマンスで言うと4曲目かな、ね、4曲目になるんですけど、今年で言うとまず年始の方にここからって始まって、ついこの間君がいないが上がったわけですけども、まあ、こういう曲はやっぱバンドさんが行ってそれをこうそのグルーヴ感ライブ感でその日のさ、一発撮りで表現するのにすごいふさわしい楽曲じゃない君がいない。そうね、だからこれがまたファーストテイクとすごくなんかマッチしてい化学反応というか、あの練習のタイミングでジェシーが入りのタイミング間違えちゃって、あの歌い出しのタイミング有賀さんが焦ってギター間違えちゃってあったねそうそう、変やわんやも練習があったけどね最初に。そうそう、まあね、別にね、ぜひね聴いていただければなと思うんですけども、うん、まあそちらもアルバムとねまた違った良さになってると思いますよね。アルバム聴いた方も楽しんでいただけると思います。ぜひそちらも何度も見ていただければなと思います。その他最新情報はSONZ公式ホームページ X をご確認ください。それではお時間までメール読みますね。ラジオネームギャリックさんからです。高知のゴルフは松村や大人が一緒になって活発になっていくのに対して、森本は一人でこそこそキャンプして暴走してバカでかいテント買うところまで行き着いちゃってるの不憫すぎて笑ったそんなことないよ。まあまあまあテント
人いいじゃんね、すごくね。いや、お前、あ、お前そんなノリで行っちゃダメだよ。なになになに、いいじゃん。え、いくらキャンプって一人で行ったりするやつでしょ。いやいや、と思うでしょ、お前、うん、150万のキャンプ。しかも、うん、よくよくいろんな人に聞いてってみたら、その150万のテントっていうのは、その、普通の業者とか以外で持ってる人はいないんだって。えぇ？そう、グランピング施設の人とかが、施設に常設する用のテントを、あいつは、俺は6人でキャンプしてて。めっちゃでかいってこと？そう。とんでもなくでかくて、中になんかその、なんかストーブみたいなのもある。えぇ、じゃあもう天井とかも高いような。そう、で、コーチに、コーチに聞いたら、え、そんなの買う必要ねえなとか言って。それはあいつは誰にも言わずこそこそどんどん一人で突っ走ってったから、もう買うところまで行き着いちゃってるわけよ、あいつは。あ、じゃあ高いってあれか、エクスペンシブだしハイヤーだし、ハイヤーだし、そう、両方なんですよ、エクスペンシブだし、でなんかさ、講習を受けないと買えないんですよ。何だもうそもそも。おい、すごいじゃん。なんですけど、もう講習受けちゃってますから、ね。講習受けちゃってるんで、もうあと、お支払いしたらもう手に届くという状況になっちゃってますから、ね。なんかちょっと、ね、行ってあげよう、一緒に。さすがにね。ね。で、続いてラジオネーム、家系ジムさんからです。松村、分かったか？ お前はもう違うステージに行ったんだから、こんなラジオと付き合ってちゃダメなんだぞ。違う。もう通常会には帰ってくるな。振り返るな。行け！ベルリン。お前いろんな地下のやつらが送り出してくれてるよ、お前のことを。うん、行ってこい、お前は。俺はここで生きていくんだよ。いやいや、お前行ってこい、もうお前はもうここに行っちゃダメなんだ。俺はこのブースからベルリンに放送を飛ばす。いいね。もうなんかで、まあ寂しくはなるけど、お前が輝くのは俺らも。いや、次もぜひ通常回でお会いしましょう。じゃあ来週待ってますので、通常回でお会いしましょう。はい、ということでここまでのお相手はストーンズ田中樹と松村北斗でした。からかい上手の高木さん、そして彼女にからかわれる西方、二人にとって、二人を応援する全ての人にとって、忘れられない夏が来る。からかい上手の高木さん完結第20巻発売中。卒業アルバム付き特別版も。小学館。フランスベッドのホームケア。使わなくなった介護ベッドを下取りしてほしい。そんなたった一人の声が始まりでした。フランスベッドは日本で初めて介護ベッドのレンタルを行い、今日に至ります。今までなかった毎日を作る。フランスベッド。ソニー損保。初めての自動車保険、もし真夜中に事故に遭ったら、で、不安ならソニー損保。夜間でも事故受付、もちろん事故対応は24時間365日。自動車保険デビューはソニー損保で検索。エイムル。窓大きくて読書はかどりそう。お、広いキッチン、料理しちゃう？でも収納も大切。あ、今エイブル行きたくなったでしょう。部屋エイブルで決めよう。池田エライザでした。お部屋探しはエイブル。銀シャリの橋本です。僕も銀シャリだと思います。うなぎです。銀シャリのおとぎ話は日本放送の
ッチャー投げました。打った右中間マップパス。これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す。あ、うわ、回ってない、回ってないぞ。どうした、どうした。回したいのに回らないの。肩痛くても。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。世界を広げる音がある。ラジコ。ホーユーの福田裕太です。僕たち主演の舞台隅田川ヤングロード物語2、ああ青春はマサラの香り、1月25日からサンシャイン劇場で上演。自分たちで劇団尺伸ばしと呼んでしょ。で盛り上がりすぎてしまうこの舞台、ぜひあなたも笑いに来てください。詳しくは公式ホームページで。ストーンズ天功、田中樹、ジェシー、松村北斗、京本大我、松村北斗、高知優吾、松村北斗、森本慎太郎、松村北斗。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、松村北斗でした。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。Thank you.
俺も二物もらってるけどね。何と何？肩こりと腰痛。不公平すぎるよ、神様。肩、腰の痛みに貼れば直に効く。フェイタス。久光。浜名湖パルパルからバースデーカードが届いたよ。去年は3歳でパルパルデビューできてよかったね。浜名湖パルパルでは3歳キャンペーンご利用のお子様へ1年後の4歳の誕生日にバースデーカードをプレゼント。また遊びに行こうね。浜名湖パルパル、4歳のお誕生日おめでとう。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れの時間です。番組ではメールを送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大好きリチャードさんデザインの番組特製ステッカーをプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。そしてここでストーンズからお知らせです。ストーンズ4枚目のアルバムザ・バイブスが発売中でございます。もういろんなジャンルの楽曲がたくさん詰まった、まあ、今作も僕たちの、もうあの、最高傑作が出来上がっておりますので、まだ聞けてないよという方はね、YouTube にもいろんな、動画が上がってきてるね、結構ね、どん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 。ぜひそういうのをね、聞いていいなと思ったら手に取っていただけたらなと思います。そしてですね、まあ、そんな、ザ・バイブスの通常版に収録されている、まあ、この番組の前半の方でも流しました、うん、君がいないがですね、ザ・ファーストテイクの方で公開されたということで、うん、まあ僕たちのパフォーマンスで言うと4曲目かな、うん、ね、4曲目になるんですけど、今年で言うとまず年始の方にここからって始まって、うん、ついこの間君がいないが上がったわけですけども、まあ、この曲はやっぱバンドさんが行ってそれをこうそのグルーヴ感ライブ感でその日のさ、うん、一発撮りで表現するのにすごいふさわしい楽曲じゃない君がいない。そうね、だからこれがまたファーストテイクとすごくなんかマッチしている いい化学反応というか、うん、あの練習のタイミングでジェシーが入りのタイミング間違えちゃって、歌い出しのタイミングで有賀さんが焦ってギター間違えちゃってあったねそうそうそう、てんやわんやも練習があったけどね最初に。うん、そうそう、まあね、ぜひね聞いていただければなと思うんですけども、うん、まあそちらもアルバムとねまた違った良さになってると思いますよね。アルバム聞いた方も楽しんでいただけると思います。ぜひそちらも何度も見ていただければなと思います。その他最新情報はSONZ公式ホームページ X をご確認ください。それではお時間までメール読みますね。ラジオネームギャリックさんからです。コーチのゴルフは松村や大人が一緒になって活発になっていくのに対して、森本は一人でこそこそキャンプして暴走してバカでかいテント買うところまで行き着いちゃってるの不憫すぎて笑ったそんなことないよ。まあまあまあテントいいじゃんね、すごくね。お前お前そんなノリで行っちゃダメだよ。何何何いいじゃん。だってキャンプって一人で行ったりするやつでしょ。いやと思うでしょお前、うん、150万のテント、しかも、うん、よくよくいろんな人に聞いてってみたら、その150万のテントっていうのはその普通の業者とか以外で持ってる人はいないんだって。グランピング施設の人とかが、うん、施設に常設する用のテントを、あいつは俺は6人でキャンプしてってめっちゃでかいってこと。そう、とんでもなくでかくて、中になんかそのなんかストーブみたいなのもある。じゃあもう天井とかも高いような、それで家みたいなやつだ。コーチに聞いたら、そんなの買う必要ねえなとか言ってそれはあいつは誰にも言わずこそこそどんどん一人で突っ走ってったから、もう買うところまで行き着いちゃってるわけよあいつは。あ、じゃあ高いってあれか、エクスペンシブだしハイヤーだし。ハイヤーだし、そう両方なんですよ、エクスペンシブだし、でなんかそう講習を受けないと買えないんですよ。何だもうそもそもおい、すごいな。なんですけど、うん、もう講習受けちゃってますから、講習受けちゃってるので、もうあと、うん、お支払いしたらもう手に届くという状況になっちゃってますから。なんかちょっといやね、言ってあげよう一緒に。さすがにね。ね、で続いてラジオネーム家系ジムさんからです。松村分かったか？お前はもう違うステージに行ったんだから、こんなラジオと付き合ってちゃダメなんだぞ。違う違う違う。もう通常会には帰ってくるな。振り返るな。行け。ベルリンお前いろんな地下のやつらが送り出してくれてるよお前のことを、うん、行ってこいお前は。ベルリン、俺はここで生きていくんだよ。いやいや、お前行ってこい、もうお前はもうここにいちゃダメなんだ。俺はこのブースからベルリンに放送を飛ばすいいね。もうなんか
で、まあ、寂しくはなるけど、お前が輝くのは俺らも。いや、次もぜひ通常回でお会いしましょう。じゃあ、来週待ってますので。はいはいはい、通常回でお会いしましょう。はい、ということで、ここまでのお相手は、そうです。田中樹と、松村北斗でした。からかい上手の高木さん。そして、彼女にからかわれる西方。二人にとって、二人を応援するすべての人にとって、忘れられない夏が来る。からかい上手の高木さん。完結第20巻発売中。卒業アルバム付き特別版も。小学館。フランスベッドのホームケア。使わなくなった介護ベッドを下取りしてほしい。そんなたった一人の声が始まりでした。フランスベッドは日本で初めて介護ベッドのレンタルを行い、今日に至ります。今までなかった毎日を作る。フランスベッド。ソニー損保。初めての自動車保険、もし真夜中に事故に遭ったら、で、不安ならソニー損保。夜間でも事故受付、もちろん事故対応は24時間365日。自動車保険デビューはソニー損保で検索。エイムル。窓大きくて読書はかどりそう。お、広いキッチン、料理しちゃう？でも収納も大切。あー、今エイブル行きたくなったでしょう。部屋エイブルで決めよ。池田エライザでした。お部屋探しはエイブル。銀シャリの橋本です。僕も銀シャリだと思います。うなぎです。銀シャリのおとぎ話は日本放送の